皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科の実験とか観察について、それでテストにどんな問題が出るか、出やすいかを予想して、それを解説する動画です。今回は中学2年生の理科、水の電気分解の実験について考えてみました。ここに水の電気分解の簡単な装置を書いてみました。この箱の中に水が入っていて、集める試験管 A と B が上に立っています。その下にプラス極とマイナス極の電極があると考えてください。そしてそれぞれの電極から気体が発生して、この試験管で集めていると、こういう図です。ではこの水の電気分解の実験でどんなことが質問されやすいでしょうか。6つ紹介します。1番、実験で水に水酸化ナトリウムを加えた理由、これを答えなさい。この純粋な水というのは電気を通さないんですね。ですからそのままだと電気分解できないんです。ですから水酸化ナトリウムを加えた理由は、水に電気を通しやすくするため、電流を流れやすくするため、こう答えてください。2番です。プラス極とマイナス極で発生する気体の体積比を答えなさい。この時も何が発生しているか、これ覚えちゃってください。プラス極からは酸素、マイナス極からは水素が発生しています。水って化学式で書くと H2O ですね。これは水素の原子2個と酸素の原子1個がくっついて1つの分子を作っていると、水の分子を作っているということです。ですから水素2に対して酸素1の比率です。プラス極からは酸素が発生していますから、こちらが1、マイナス極からは水素が発生していますから、水素は2個あるので2と。ですからこの答えは1対2と、こうなります、ね、プラス極とマイナス極で発生する気体の体積比、酸素対水素、これは1対2ということです。3番です。 A の中の気体が何であるかを調べる方法。 A の方はこれマイナス極ですから水素、ね、これが発生していますね。これがどんな気体かを調べる。これはこのキャップを取ってマッチに火をつけて、ここ横からそのマッチの火を近づけます。そうするとポンという音がして、水素が燃えるんですね。これで水素であるということが分かります。4番、 B の中の気体が何であるかを調べる方法。 B の方は酸素ですよね。これを調べるには火のついた線香、この線香をこの気体の中に入れます。そうすると線香は炎を上げて激しく燃えます。これで B の気体が酸素だということが分かります。5番です。これもよく出ますね。水の電気分解を化学反応式で表すと、答えから書いちゃいますと2H2O 矢印 2H2 プラス O2 と、これが答えなんですけれど、これはこの化学反応式を作る動画を別に作ってありますので、そちらを参考にしてみてください。まあ、これだけ覚えればいいやという人はこれをそのまま暗記しちゃってください。6番です。水分子100個を電気分解すると酸素分子はいくつできますかという、こういう質問ですね。これは図にして考えると簡単にわかります。水 H2O、 これですね。これを粒の O と H、 これがくっついてできていると、こう考えてください。ちょっと離れちゃってますけど、これくっついているとしてくださいね。でもう一つ書きましょう。 O に水素がこんな風にくっついていると、これ1個が水の分子です。水の分子は先ほど言ったように
水素の原子2個と酸素の原子1個でできています。これを分解したとき、水素 H2 ですね、水素の分子 H2 はこれできるんですけど、酸素の分子は O2、 酸素原子が2つくっついて酸素分子を作っていますから、この1個を分解しただけでは酸素の分子はできませんよね。ですから O2 を作るためには水の分子が2つ必要だと。2つあれば酸素も2個、ね、原子が2個なので O2 ができるわけです。ですから水の分子の数の半分が酸素の分子ができる数だと分かります。ですから水分子100個、これからできる酸素分子はこれ50個、こういうことになるんですね。今回は水の電気分解についてテストに出やすい部分、これを予想してお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。